俺の名前は平山大輝。今年で23歳になる。5年前に上京し、それから一度も地元には顔を出していなかった。親戚が結婚することになり、5年ぶりに地元に帰ることに。もしかして平山か？そうだよな。俺に声をかけてきたのは、長身でがたいのいい男だった。腕には派手な入れ墨が彫ってあり、髪色も目立つ金髪。俺はこの顔に見覚えがあった。鈴木。そうだよ。俺のことを覚えてたんだな。まあ。正直、この男にはあまり会いたくなかった。鈴木は俺の中学時代の同級生。不良グループのリーダーをやっていて、当時の俺は鈴木からひどい嫌がらせを受けていた。当時のことは鮮明に覚えている。中学卒業後はなるべく鈴木とは関わらないようにしていた。複雑な表情をする俺に、鈴木は笑顔で肩を叩いてくる。あの時は悪かったな。俺も当時のことは反省してるんだ。そうだ、せっかくこうやって再会したんだし、一緒に飲みに行こうぜ。俺いい店知ってんだよ。でも、金は俺が出してやるから来いよ。そう言われ、俺は強引に鈴木がおすすめするスナックへと連れて行かれた。そこは人通りの少ない場所に立っている小さなスナック。中に入ってみると、優しそうな感じの綺麗なママがいた。いらっしゃいませ。ママ、こいつ俺のダチなんだ。たっぷりもてなしてやってくれ。あら、そうなの。いつもお友達を連れてきてくれてありがとうね。うちはこんな感じでほとんどお客さんも来てくれないから助かるわ。どうやら鈴木はこの店の常連のようだ。ママとはそこそこ長い付き合いらしい。最初は気が進まなかった俺だが、ママの丁寧な接客で結構楽しんでいた。ごめん、明日は用事があるからこの辺で帰ってもいいかな。そうか、じゃあ会計にするか。それからママは俺たちに伝票を持ってきてくれた。てっきり2万程度かと思ったが、記載されていた金額を見て驚いてしまう。待ってください、これってどうかしたのか。これ見てくれよ。どう考えても40万はありえないだろう。いやいや、ここは高級スナックなんだから、それくらいの金額は当たり前だよ。まさかお前、高級スナックに行ったことなかったの？まあ今日が初めてだけど、そもそも夜の店自体めったに来ないからな。でもこの店では40万は別に珍しくねえぞ。俺たちが頼んだのは酒2杯ずつと簡単なおつまみだけだった。高級店だとは言っても、さすがにこんな大金を請求されるのはおかしいだろう。俺はママにどうしてこの金額になったのか聞いてみることに。金額の内訳を教えてもらってもいいですか？お酒が1杯10万、おつまみが10万ですよ。それぞれ2つずつ頼んでいるので40万になります。簡単な話でしょ。ママの表情は少しにやついている。隣にいる鈴木もなぜか笑いをこらえていた。すると鈴木はとんでもないことを言い始める。さっき確認してみたら財布忘れたみたいでさ、悪いけどお前が40万払っておいてくれねえか。はあ、そんな金持ってるわけないだろ。持ってなくてもちゃんと支払わねえとダメだろ。食い逃げなんかしたら逮捕されちまうぞ。もちろん食い逃げをする気は一切なかったが、この金額には納得がいかなかった。俺たちが頼んだ酒も高級シャンパンなどではなく、
スーパーでも売っているような缶チューハイだ。つまみも高級品を使っているわけでもなく、普通のナッツと小さなチーズ。この程度で40万を支払うバカはどこにもいないだろう。申し訳ないですが、この金額には納得ができません。明らかにぼったくり金額じゃありませんか。なんだと？お前、ママの言うことが聞けねえのか。俺が文句を言うと、なぜか鈴木が立ち上がって俺に怒鳴りつけてきた。なんで鈴木が感情的になってるんだよ。そりゃママにはいつも大変お世話になってるからな。ママを詐欺師呼ばわりするお前が許せねえんだよ。ええからとっとと金出せや。働いてんだから金はあんだろ。鈴木は俺の胸ぐらをつかみながら脅してくる。その姿を見て中学の頃を思い出した。当時は怯えていた俺だが、今となってみれば別に怖くもなんともない。俺は至って冷静な態度を貫いた。もし金を払わねえって言うなら、こっちにも考えがあるんだぞ。おとなしくとっとと金だけ払って帰った方がいいと思うけどな。もしかしてママとグルなのか。何がだよ。俺のような金を出してくれそうな人を店に呼んで、ママと共謀してぼったくり行為をしてたんだろう。だったらなんだよ。のこのこついてきたお前が悪いんだろう。昔みたいに黙って金出せよ。出さねえと殴るぞ。すると鈴木はそばに置いてあった酒を頭からぶっかけてきた。おい、何するんだよ。早く金を出さねえからだろう。あんまりだだこねてると知り合いのヤクザを呼んじゃうよ。ヤクザ？そうだよ。しかもなかなかでかい組織のヤクザなんだぜ。ヤクザに消されたくなかったらおとなしく金を出すんだな。今度はそばにいたママが口を開く。もう先ほどまでの優しいママの姿ではなくなっていた。早く払えやガキ。30秒以内に払わないとマジで呼んじゃうよ。するとママもそばにあった水を俺の頭からぶっかけてきた。あなたまで何するんですか。あんたがとっとと金を出さないのが悪いんだろ。さっさと40万置いて消えろよ。お前みたいな冴えないガキは目障りなんだよ。その時そばにいた鈴木は俺のポケットに入っていた財布を強奪してきた。おい、何するんだ。どれどれ、いくら入ってるのかな。鈴木はニヤニヤしながら俺の財布を確認し始める。中身を見た鈴木は大きな舌打ちをした。なんだよ、2万ポッチしか入ってねえのか。よくこの金で店に入ろうとしたな。そもそもお前と飲みに行く約束だってしてなかっただろ。それに金は鈴木が出してくれるって言ってたし。お前、俺の金は当てにしてたのかよ。誰がお前ごときに飯なんかおごるんだよ。じゃあ残りの金は銀行で下ろしてこい。いい大人なんだから、さすがに40万くらいは持ってんだろう。鈴木はこう言っているが、もちろん従うつもりはない。俺は首を大きく横に振った。悪いけど、金は払わない。こんなの明らかに理不尽だろう。それなら仕方ねえな。裏のヤクザも交えて話そうか。そう言って鈴木はにやりと嫌な笑みを浮かべる。勝手に勝ち誇った顔をしている鈴木だが、彼はこれから地獄を見ることとなる。それからママはニヤニヤしながら店の裏へと消えていく。それから間もなくして
長身の男がこちらにやってきた。最初顔はよく見えなかったが、彼が鈴木の言っていたヤクザなのだろう。その男はゆっくりと俺の方へと近づいてきた。大島さん、また金を払わない客がいて困ってるんですよ。大島さんの方からガツンと言ってやってくれませんか。それはダメだな。お客さん、サービスを受けたんだったら金はきちんと払ってもらわないと困りますよ。はあ、俺と目が合った瞬間、その男は一気に青ざめる。まさか俺と対面すると思っていなかったのか、小さな悲鳴を上げてその場に倒れ込んでしまった。なんであなたが。男は俺の顔を見てガタガタと震えている。俺も男の顔には見覚えがあったが、はっきりとは思い出せずにいた。あなた、どこかで会ったことありますよね。なんと男はあまりにも動揺していたのか、恥ずかしいことに失禁までしていた。どうしたんですか？そんなにビビることはないじゃないですか。鈴木もどうして彼がここまで怯えているのか理由がわからないようだ。怯える男の顔を見て、俺はやっと彼の正体を思い出した。お前、1年前まで龍門会にいたよな。名前は確か大島翔吾だったはずだ。あ、なんで大島さんのことを知ってるんだよ。鈴木は訳がわからないといった顔をしている。ここで俺は今まで明かしていなかった自分の正体を教えてやることに。鈴木は知らなかったのかもしれないが、俺は今龍門会で働いてるんだよ。この男もかつて龍門会にいた人間だ。でもこいつは組の掟を破った上に組の金も横領して親父から破門にされてるんだよ。最後に会った時とだいぶ見た目が変わってたから、俺も誰なのかすぐには分からなかったみたいだ。実は俺の叔父は龍門会の会長をやっている。俺が龍門会の構成員として本格的に働き始めたのは5年前から。それ以前までは修行を積ませてもらっていた。俺は中学卒業を機に叔父の元で修行を積ませてもらうように。どうしてヤクザになろうと思ったのかというと、鈴木から嫌がらせを受け続けて悔しかったのが一番だ。俺も強い男になって見返してやろうという気持ちが大きかった。龍門会の本部は都内の外れにある。本格的に龍門会で働くようになってからは都内で暮らすようになった。この大島という男は俺よりも一回り年が上だ。しかし龍門会にいる時は大して強くもないのに問題ばかり起こして、他の構成員にもかなり迷惑をかけていた。すると大島は俺にこんなお願いをしてくる。お願いします。どうか俺がここにいるってことは会長には言わないでほしいのですが。そうだよな。親父からは二度と顔を見せるなって言われてるんだしな。はい。次に見つかったら容赦しないって言われてますし、何をされるかわからないので。バカ言うな。お前はクビになってからも龍門会の名前を使ってぼったくりスナックなんかやってんだろ。組織の名を汚すような人間を簡単に許せるわけねえだろうが。俺たちのやりとりを見て鈴木とママは目を丸くして驚いていた。どうやら二人は大島が現役のヤクザだと思い込んでいたらしい。まさかすでにクビになっているとは思わなかったのだろう。大島さん、龍門会をクビになってたって本当なんですか？なんで俺らに嘘なんかついてたんですか？そうよ、私たちのことを騙すなんて最低じゃない。
ママに至っては怒りの気持ちも大きいようだ。そんな二人に対して大島は反論する言葉も見つからない様子。その時どうにもならないと思ったのか、大島はその場から逃げ出そうとした。しかし俺はすぐ大島の腕を掴んだ。俺が見てるってのに逃げられるとでも思ったのか。すみません、でもどうしても会長に報告されるのは困るんです。金だったら用意しますので、どうか俺のことは見逃してください。ダメだ、もし次逃げたらお前の命はないと思え。ここでおとなしく待ってろ。すると大島は肩を震わせて泣き始める。そんな彼を無視して俺はある人物に電話を入れた。おじさん、いきなり申し訳ないんだけど、これから指定する場所に来てくれないかな。うん、何があったんだ。ちょっといろいろとね。俺が電話をしたのは竜門会の会長でもあるおじだ。実はおじも結婚式に参列するため俺と一緒に帰ってきていた。おじは仕事があったので俺よりも後に帰ってきており、ちょうど今駅に着いたようだ。簡単に事情を説明すると、おじはすぐに行くと言ってくれた。俺が電話を終えるとひどく青ざめた顔で3人がこちらを見てくる。お前のおじさんヤクザの会長だったのか。まあね、おじさんも3人とはゆっくり話がしたいって言ってたよ。そう言うと3人の顔はさらに青ざめる。すると鈴木は先ほどまでの態度とは一変して俺に頭を下げてきた。頼む、おじさんをここに呼ぶのはやめてくれないか。俺は大島さんが実は組織をクビになってたことも知らなかったし、今回の件だってちょっとした悪ふざけでやったんだ。俺たちは同級生なんだし許してくれるよな。いいよ、鈴木とママにもちゃんと同席してもらわなきゃ困るよ。実行犯は二人なんだからね。俺はまっすぐ二人の目を見て言い放つ。鈴木は完全に動揺していた。さっきまでの余裕そうな態度はどこに行ったんだよ。俺のこと散々見下してたのに。悪かったよ、頼むから俺らだけは。こんなやりとりをしていた時、店に一人の男性が姿を見せる。その人物の正体はおじだった。おじは恰幅がよく見た目もかなりいかつい。鈴木とママも一瞬でおじが竜門会の会長だと分かったようだ。あれが竜門会の。鈴木はひどく怯えていた。だが一番ビビっていたのは大島だ。大島はおじの姿を見るなりガタガタと体を震わせていた。そんな大島のもとにおじはゆっくりと近づいていく。おい、もう二度と俺の前には姿を見せねえって約束だっただろう。何約束破ってくれちゃってんの。申し訳ありません。深く反省しております。震えた声で謝罪を口にする大島だったが、おじは簡単に許す気はないらしい。おじはビクビク怯える大島の胸ぐらを思い切り掴んだ。約束を破った罰として罰金1億支払ってもらおうか。次に姿を見せたらお前には罰を与えるって言ったもんな。1億なんて払えませんよ。なんだ、だったら10億にしてやろうか。俺に口答えするたびにどんどん罰金は増えていくぞ。勘弁してください。大島はボロボロと涙を流し始める。鈴木とママもおじの迫力に圧倒されていた。そんな二人に構わずおじは大島を脅し続ける。
金が払えねえんだったらお前自身が金になってもらうしかねえな。待ってください。それってどういうことですか？お前は使えねえ雑魚野郎だが、体は無駄に健康だろ。お前を売れば少しは金になるんじゃねえかと思ってな。お願いします、命だけは勘弁してください。だったら金は約束通り用意しますので。用意するっつってもどうやって集めんだよ。まさかこのふざけたスナックで人を騙して金をかき集めるってのか？ いえ。じゃあどうやって集めんだよ。おじの問いかけに大島はそのまま黙り込んでしまう。どう返答したらいいかわからないのだろう。するとおじは大島から手を離して鈴木とママの方へと視線を向ける。おじと目が合った途端、二人はビクッと体を震わせた。こいつ金がねえって言ってるみてえだから、連帯責任でお前らも金を集めてこい。仕事だったら俺が紹介してやるからよ。まさか自分たちも責任を取ることになるとは思っていなかったのだろう。二人はひどく焦っていた。すみません、俺にも1億を用意するのは難しいです。でもお前だってこいつと協力して客から金を騙し取ってたんだろう。だったらお前にも責任はあるんじゃねえのか？俺は大島さんがヤクザをクビになってることも知りませんでしたし。んなことは関係ねえだろうが、文句言うんだったらさらに罰金を増やしてやんぞ。それは。鈴木は完全に萎縮してしまっていた。すると今度はママが口を開く。ママは罪から逃れようととんでもないことを言い始めた。実は私、この二人に脅されて仕方なくお客様からお金を騙し取るようなことをしてしまったんです。大島という男からは指示に従わないと海に沈めてやるとまで言われていたんです。本当はこんなことしたくなかったんですよ。ママは悲しげな表情で語った。しかし涙は出ていない。すぐに俺はママが嘘をついているのが分かった。するとここで大島が文句を言い始める。あんた何ふざけたこと言ってんだよ。そもそも最初に声をかけてきたのはあんたの方だろうが。既婚者の男と浮気して借金があって困ってるって言って俺に商売の話を持ちかけてきたんだよな。この店を開こうって話もあんたの方から持ちかけてきたんじゃねえか。しかもあんたこれまでいろんな男を騙してきたよな。俺はお前の本性を知ってるんだからな。ちょっと何意味わからないこと言ってるの。私は人を騙すようなことなんてしてないし。ママはごまかそうとしているが、俺も大島が嘘を言っているようには見えなかった。大島が言ってることは事実なのでしょう。あなたが悪事に手を染めていたかどうかは俺たち流門会が調べればすぐにわかることです。俺はあなたが嘘を言ってるようにしか見えないですけどね。俺がこう言うとママは黙り込んでしまう。するとおじはママの方を睨みつけながら語り始める。俺は嘘が一番嫌いなんだ。もし俺から逃れようとして嘘ついてんだったらあんたのことも容赦なく地獄送りにすんぞ。俺は女だろうと悪さした人間には容赦しねえからな。ごめんなさい。どうか命だけは勘弁してください。私もついお金に目がくらんでしまって。お前は今まで何人の人間を騙してきたんだ。覚えてる限りの罪をここで白状してみろ。はい。それからママはゆっくりと自ら行ってきた悪事について語り始める。ママがこの店で
ぼったくりスナックを経営し始めたのは半年以上前。偶然飲み屋で知り合った鈴木と何か面白い商売はないかという話になったらしい。もともとママは夜の店で働いており、自分の美貌を生かして数多くの男性を騙してきたようだ。結婚詐欺のようなことも行っており、男性からも訴えられそうになったものの、鈴木が男を脅して問題をもみ消していたらしい。その際も鈴木は大島を利用して男たちから金を絞り取っていたようだった。さらに鈴木は俺のような久々に地元へ帰ってきた同級生を店に連れて高額な金を払わせていたらしい。5人ほどの同級生がすでに被害に遭っていたようだ。ちなみに俺は中学の同級生とは一切連絡を取っていない。仲のいい同級生もいたが、ヤクザを志すようになってからは毎日が忙しく、自然と連絡も取らなくなってしまった。ママは涙を流しながらこれまでの悪事を語り終える。しばらく店内には沈黙が続いた。お願いします、私もこれまで騙してきた人たちには悪いことをしたと思っています。もちろん入門会の方を騙すようなことをしてしまったのも反省しています。どうか命だけは奪わないでください。あんたは女だし、俺が指定する場所で働くってのも難しいだろう。俺としても女に手を下すような真似はあまりしたくないからな。じゃあ私のことは見逃していただけるのでしょうか。いや、あんたには別の形で罰を受けてもらう。え？あんたは今まで数多くの犯罪に手を染めてるんだろう。もちろん結婚詐欺が犯罪だってことも分かってるよな。それはもちろん。だったらあんたはおとなしく警察に自首しろ。さっき俺に話したことを正直に全て話すんだ。もし俺との約束を破ったら俺が手を下すことになる。どうする？ヤクザに制裁を与えられるよりは逮捕された方がだいぶマシだと思うが。するとママは下を向いて考え込んでしまう。これまで数多くの犯罪に手を染めていたら、ほぼ確実に刑務所行きになるだろう。きっとママ自身もそれは自覚しているのだと思う。黙ってねえで早く決めてくれないか。10秒以内に自首するって言ってくれねえんだったら俺が手を下すしかねえぞ。わかりました、警察に自首します。だから命を奪うのはやめてください。ママは泣きながら叔父に懇願する。叔父は大きくうなずいた。じゃあ今すぐ警察のところへ行け。今ですか？なんだ、俺との約束を破るってのか。わかりました、すぐに自首します。そう言ってママは素早く準備をして逃げるようにして店から出ていく。もしかしたらこのまま逃げてしまうのではとも思ったが、叔父の方は全く心配していないようだった。仮に逃げたとしても流門会のメンバーで探し回ればすぐ見つかるし問題はない。そもそもあの女に逃げる度胸もないだろうし、約束通り札のとこに行くはずだ。ママがいなくなった後、叔父は二人の方へと視線を向ける。叔父と目が合った二人は体を大きく震わせた。それじゃあ約束の1億はお前ら二人に払ってもらうことにするか。叔父の発言に鈴木は涙目になる。待ってください、俺は大島さんを手伝っただけなのにどうしてこんな目に。君のような性根が腐った人間は野放しにしておくとろくなことがねえからな。確か君は中学時代に大輝をいびってた生徒だよな。君の名前と顔はよーく覚えてんだ。本当は俺が当時のお前をボコボコにしてやりたかったところだったが、
大輝に止められたから仕方なくやめたんだよ。俺は今でもお前のことは恨んでるからな。もちろん当時のことは申し訳ないと思っています。あの頃は俺もガキだったので。まあ昔のことはいい。君にはこれから流門会の構成員として働いてもらう。うん。おじからの思わぬ提案に鈴木は唖然とする。でも俺ヤクザとして働いたことなんて一度もないんですけど。安心しろ。うちには優しくも厳しい指導者がたくさんいるし、君のような見るからに使い物にならなそうな男にも仕事はたくさんあるんだよ。しばらく君には俺が指定する仕事を何でもやってもらう。もちろん文句はないな。でも、もし断るんだったら、さっき言ったように、お前自身が金になってもらう。命はないと思え。わかりました。だったら働きます。これからたくさん可愛がってやるから、楽しみにしてろよ。そう言って、おじは鈴木に不敵な笑みを向ける。次におじは、大島の方へと視線を移す。俺も流門会の構成員になるってことですか。俺ずっと流門会に戻りたかったので嬉しいです。少し嬉しそうな顔をする大島だったが、おじには別の考えがあったようだ。何言ってんだ。お前はうちは破門になった男だろ。お前には別の仕事を用意してやってる。早速明日保険をかけに行くぞ。待ってください。保険をかけるってことは、まあ命を落とす危険もある仕事ってことだ。お前には保険をかけた後、東南アジアのある国に行ってもらう。東南アジア？言語も通じなくて仕事も過酷で大変だろうが、せいぜい頑張ってくれ。約束の金額を稼ぐまでは絶対に帰らせないつもりだから、しっかり頼んだぞ。おじから罰を告げられた大島はその場にうなだれる。これまで流門会の構成員の中でも何人か他国に送られた者がいた。5人ほどいたが、帰ってきたのは1人だけ。他の4人はいつの間にか音信不通になってしまったようだ。それから大島はどうにかおじの許しを求めようと必死に頭を下げていたが、もちろん考えが変わることもなく、大島は翌日からその国に送られることに。鈴木の方は流門会の下っ端として入ったものの、その2週間後に逃げ出してしまったので別の罰が下された。おじは鈴木にも高額な保険をかけて船に乗せることにしたようだ。一方のママは警察に逮捕され刑務所行きに。3人とも見事に地獄に落ちてしまった。それから俺は再び都内に戻って流門会の一員として毎日を過ごしている。苦労ばかりの日々だが、それ以上にやりがいも大きい。今日からお前が若頭補佐だ。流門会のことをこれからも頼んだぞ。もちろんです。今後も一生懸命務めさせていただきます。俺は23歳という若さながらも、これまでの実績が評価されて大昇進を果たす。おじから信頼されているというのは何よりも嬉しいことだ。さらにおじは将来のことも語ってくれた。いずれ大輝には流門会のトップを任せたいと思ってる。俺は組長はお前しかいないって思ってるからな。俺なんかでいいのか。もちろん今のお前には譲る気はない。もっと修行を積んで俺が納得できる強さを見せてくれたら、いつでも譲ってやってもいい。俺、おじさんに認めてもらえるようにもっと強くなる。絶対に流門会は俺が継ぐから、他の誰にも継がせる気はない。そうか、お前には期待してるぞ。お前は俺の息子みたいなもんだし、お前なら大丈夫だ。そう言っておじは優しい笑みをこぼす。俺は実の父は幼い時に病で亡くなっており、俺にとってみればおじは父親のような存在でもある。ここまで俺を成長させてくれたおじには頭が上がらない。
これからも龍門会のために全力を尽くしていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。